チャンプルーです。ですね、昔ナイトロ200っていうこのモーターパラグライダーをこう扱ってた会社、まあフロリダ州にありまして、ちょうどこう真ん中あたりですね、フロリダのこう真ん中の真ん中っていうことで内陸部なんですけど、アビトロ、パラモーターっていうところに、着きました。でですね、今まあ飯でも食おうということで、ちょっと昨日ねナマズをいただきまして、釣り人から今ナマズをクッキングしてますね。バター炒めにしてます。皮も入れこうね、こういう感じですかね。美味しそうですねちょっとまあ食べてみないとわからないんですけど、味がどんな味するのか。まあ、これはあの昨日のね残りのご飯なんですけど、ちょっと静かにしてくれるかなみたいなですね、これ銀紙に包んであるんですけど、こうまあ当てにはならないんですけど、この銀紙に包んでご飯をこういう風にして置いておくと、こうなんとなくねクオリティがこう保てるような気がするんですね。まあ簡単に言うと腐りにくいんじゃないかなっていう気がしてます。まあそれでね、この銀紙にご飯を包んで、まあ炭水化物はなるべく昼間のうちにね取ろうみたいな感じですね。でまあ夜はなるべくまた炭水化物を控えてっていう感じですね。でちょっとね焼けているかなとかって思うんですけど、ちょっと味見してみたいと思います。ナマズです、ナマズね美味しそうですよね。ちょっとバター焼きにしました、これはね。ちょっと身がちょっとプリンプリンなんですけど、こんな感じですね。身が白身で、ちょっといただいてみます。臭みはまずもう新鮮なうちに締めて、新鮮なうちにこう内臓とか取って、皮も全部引いてあるんで、生臭さみたいなのはないですけどね。悪くはないですね。ただ美味しいかって言われるとみたいな感じなんですけどご飯もいただきます。こっちにそびら、このねアルミでできているバードワイザーなんですけど、アルミの缶に入ってるんですけど、これアルミなんですね。これキノセイかもしれないんですけど、普通の缶に入ってるビールよりも美味しいような気がするんですよね。気のせいですかねまあ雰囲気も違うっていうのもあると思うんですけど、まあ皆さんまたね、僕にとってはですよ、僕にとってはなんかこういうなアルミのボトルに入ってるビールが美味しいような気がしてます。あれみたいなやつなんですけど、すいません。うん、同じかなまだね火がちょっと綺麗に通ってないのかな。通ってはいますよね、見たら。だからね、こんな感じですね。プリプリっていう感じ、身がプリプリ。もうちょっと焼いた方がいいかな。もうちょっと焼いた方がいいよ。
これちょっと時間がかかってるんで、まあ本当に身はプリプリですね。プリプリプリって感じがします。うん、で今ちょっとねこっち YouTube とかパラモーターも見られてる方はこの光景多分見てると思うんですけど、ここにこういう感じでアビトロっていうのがありますね。ここエアポートになってます。タイヤもね、こんな感じで、あれは多分スカイダイビングの人たちですね。ちょっと見えないかもしれないですけど、まあこんな感じでチャンプルーでした。ピューポッ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 。